あれなんか外国人みたい。あ、みんなからしたら外国人だ。どうもこんにちは、ヤクです。こんにちは、ヤクミだ。髪色が紫の無の字のももう残ってないですね。綺麗に抜けちゃいました。ブラシャもやめたからかな。今日は午後自分で休みを設けまして、渋谷の方でそのダンスの発表会イベントみたいなのがあるらしくて、それにちょっとお呼ばれいただいたんですね。見に行きたいなということで行く準備をしております。さっきつい本当 2,3 分前までずっと編集してました。でもう間に合わないと思ってちょっとフロアも上がりまして、まだスキンケアが最後の段階終わってないんですね。なので今日は皆さんにね、普段やっている出かける時の時短スキンケアと時短メイクをちょっとお見せできたらなと思います。そうです、つまり Get ready with me、 yep。使ったものをまず軽く紹介しますね。最初に今これですね。ちょっとネイチャーリパブリックさんのね、スネイルソリューションのスキンブースターももちろん僕常にストックあるんですけど、ちょうど使い切ったタイミングで他社のスネイルシリーズも使ってみたいということで、コサイクスさんのアドバンスドスネイル96ムチンパワーエッセンスですね。これもね、スネイルでめちゃめちゃね、粘度が、ね、高いんですよ。わかります。でこれを最初に塗りました。で次僕のね、殿堂入りですね、トリデンダイブインセラム。どんな美容液を塗る前に絶対これを塗るようにしてます、僕は。でその後パックをしました。この前ね、目代わりでも僕がねおすすめしたやつですね、クリオさんのダーマドリーですね。これのね、普通に僕拭き取りのパッドめちゃめちゃ愛用品で、いろんな雑誌でもね、これめっちゃいいんですよって勧めてるぐらい本気の愛用品のデイリーパックバージョンが出たんですよ、30ml のやつなので、これをさっきしました。ちなみにキンキンに冷えてます、冷蔵庫に入れてるのでこれのいいところはね、本当にね、あのエッセンス量がもう尋常じゃない量まで入ってます。全部使い切ってもエッセンス余ると思う、それぐらい本当にたっぷり入ってますね。でその後再びコザイクスのピュアヒットシカセラムを塗りました。でその後いよいよ水溶性だけじゃなくて、ちょっとね、油分も含む美容液としてトランシーノですね、ホワイトニングエッセンス EX2。 ちょっとね、出かけるからっていうのもあって、ちょっとトラネキサム酸を取り入れようということで、はい、やりました。ビタミンとかちょっと今日はまあ大丈夫かなとは思うんですけれども、トラネキサム酸でカバーしつつ、で僕最近ずっと愛用しているクリーム、出かけるときはね、ドクターエルシアパワーブライトニンググルタチオンクリーム、これだけまだ塗ってない状態ですね。綺麗にね、トーンもなんかね、本当に明るすぎず綺麗に上がるし、さらにグルタチオンも入ってるからね、めちゃめちゃいいんですよ。はい、真っ白なクリームです。全然普段のクリームの最後の段階として使ってもいいんですけれども、これは夜寝る前は正直僕はおすすめしません。落とした方がいいです。この中で落とさなくても寝れますよっていうコメントあったんですけど、いや、これどう見てもどう見ても絶対落とした方がいいですよ。毛穴塞がるぞ今肌さ、めっちゃ綺麗じゃない？このクリームほんとすごい。ただね、その紫外線対策の効果とか何も含まれておりませんので、綺麗にね、肌を潤いとトーンアップさせて、その上で下地ファンデーション、まあリキッドなりクッションなり薄付けでいいです。ファンデはほんと薄付けの方がいいんですよ、特にこのご時世は。本当にマスクするから寄りやすくなるし、どっちかというとそのポイントポイントにコンシーラーでねカバーしたりとか。ほら、めっちゃこれ良くない？あ、やばい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 、時間がない。あー、もっちもちというよりはなるべくサラサラの肌の状態にしてあげたいので、ダクト G、 ドクター G ですね、ブライトニングアップ3プラスですね、 SPF50 プラスで PA が3プラスです。そう、ちなみに手の甲に僕がいつもねやってる理由は、こういう風に鏡持って塗るときにこのままこうやって小指で取って鏡見ながら塗れるから、本当にね、サラサラになるからいいですよね、ドクター G さんの。この塗った瞬間はね、こう分かりますか、すごいね、しっとりなんだけどめっちゃサラサラなんですよ。この前僕資生堂さんのデイセラムの徹底レビューをしたんですけど、その時に例えとして出したのがこれですね。これと真逆です、デイセラムは正直ね、パールさえなければね、デイセラム今日塗りたいなっていう感じなんですけど、唇のキアまで僕は塗っちゃいますね。僕のポーチなんですけれども、ちなみにね、僕が普段よく使っている、まあ、クッションファンデは3つありまして、ネイチャーリパブリックのシカが入っているセラムクッションと、これもね、ドクターエルシアさんですね、これのバームなんですよね、バームのクッションファンデでこういうタイプ、こういう感じなんですよ。あともう一個がメディキューブさんのスーパーシカクッションのやつですね。ネイチャーさんのね、クッションファンデのいいところは、こう見えるかな、あのポツポツ穴開いてるんですよ、パフに。この穴が実は結構大事で、クッションのパフってさ、みんなこうやって強くなりすぎちゃうんですけど、このエアーのね、穴があることによってそれ逃がしてくれるんですよ。だから程よいプッティングでファンデが乗るように設計されてるんですよね。でしかもネイチャーさんと言ったら、もちろんマスクにつきにくいっていうね、あとはクマですよね、僕の場合は。でもちろんちゃんと蓋裏で
なじませてから、でメイクさんに教わったんですけど、鼻を中心に外にプッティングする、鼻に近いほどプッティングを強くして、離れるほどプッティングを弱くするって言ってました。大げさにやるとみたいなでもぶっちゃけね、急いでるとね、そんなにいちいち気にしてらんない。グルタチオンクリームのおかげでさ、首もね、そんなに色変わんないよね。いや気に入ってるわ髪がすごい明るいので、今眉マスカラ、ネーミングさんです。あー字がちっちゃい、見えねえ。皆さん見えます？アップで載せときます。程よいブラウンですね。もうちょい明るくてもいいかもね、今の髪色だったらね。眉尻から前に向かって、なんで髪を止めずにやってんだ僕は。 OK、 ちょっと乾かしいので、リップ、リップは前ラオクスビューティーエアポートさんの方で買わせていただきました。タイのコスメでしたっけ、 4U2 のティントで10番、僕にぴったりなリップの名前で、スマイリングフェイスですね結構ねマットですね。暑さとか油分に強いものだから、そういうのもあってマット寄りなのかなと。あ、目の一応アイシャドウ軽くだけしますか。デイジクさんですね。まあこれね、涙袋用でもね使えるんですけども、涙袋は今日はいいので、あ、いや軽く作っていくか。濃い方と薄い方ちょっと混ぜて、あ、オッケーオッケー、涙袋ちょっとこっち濃いか。アイシャドウ軽く、本当にちょっと時短なので、そんなにしっかりとはしませんし、別にステージメイクでもないのでね。 OK。 あ、ちなみにコンタクトはですね、今カラコンつけてまして、僕がねよく使ってるカラコンこれですね。9点で買ったんですけど、なんていうんだろう、トパーズでいいのかな、ツッティアルファのグレーのやつですね。色はリグレットの MV 撮影でもこれでした。で、ハイライト中国コスメですね。ジューシー、ここと先端ちょこっと、で唇の上も、あと顎も軽く、あ、なんか待って、時短メイクがなんだかんだ結構ガッツリになっちゃったな。まあまあいいでしょう。髪はねどうせ帽子かぶるので、このままいきます。 OK、 完成。では渋谷に行ってきます。やばいやばいやばい、今出かけようとしたけど、最後そうだ、フィクサーをかけるの忘れてました、マスクする前にね。オッケーめっちゃ適当ですね。ここのプロデューサーのヒアジュさんから、はい、撮影をして良いと許可を取りまして、はい、生徒さんにもインタビューしていいよと許可をいただきましたので、はい、あ、先生の方ですか、はい、あ、先生、あ、すごいかっこいい、ね、とか、あの緑色の表情がすごくて、いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、結構ここのアイメイクを超えれて、アイライン長いね今回あのゲストで出ていただいて、そうなんですね、この表情をだからかいや、なんか一人なんか違うなと、なんか生徒とは思えない確かにそれはちょっと思いましたすごいすごい、あ、僕は YouTuber をやっておりまして、職というもの、あ、ご存知ですか。あ、本当ですか。 ありがとうございます。あ、本当ですか。見てたんですか。あ、見てましたよ、見てました。このチームが一番僕の中で印象深かったです。あ、嬉しい。あ、ショックです。はい、あれ、僕のこと知ってるんですか。あ、本当ですか。マ
相川幸喜です。ほきくん、はい、ダンスもっと頑張ります。はい謙虚だなこんにちは、すいません、ちょっとインタビューしてもいいですか。はい、お疲れ様です。それ僕 YouTube で曲というものでして、曲あ、ごめんなさい、先生の方ですよね。先生です。あ、先生ちょっと自己紹介を。 TikToker イヤイヤです。 TikTok やってらっしゃるんですね。やってます。なんかカメラ前からずっとしてました。あ、本当ですか。待って、今ありがとうございます。これこれ、なんかいきなり女になんでやめて。皆さん、リハーサルどれぐらいやったんですか。今日本番のために10回ぐらいしました。10回も。天野座。天野座。それ10年ですね。TikTok 宣伝してください。はい、わかりました。あのアカウント名もう一回教えてください。あ、ゆうやゆうや。ゆうやゆうや。722で検索。ありがとうございます。本日ありがとうございます。いやいや、どうぞどうぞ。やっぱねゆちゃん伸びがすごいね。高音もすげえと思った。いやもうないのに。ハイカちゃん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。元気してた。はい、どうにかどうにか大丈夫。もうアイドルだね。うん、いやもうてかアイドル出てきた瞬間にアイドルだったもん、完全に。中美ちゃん、中美です。今日はお越しいただいてありがとうございました。すごい丁寧に。ケツさんの曲、あ、そうなんですよ、出してそれを言おうと思ってました。あ、そうアメリカから。はい、こんにちは、モアナです。あのこういうふうになってんだろう、お客さんの前でパフォーマンスする機会が初めてかな。あ、そのオーディション番組終わってから。そうですね。あの無観客だったので、すごいもうとてもいい経験になりました。無観客の方がいいよね。すごい楽しかったです。オフラインの方が楽しいよね。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。ライブね。あ、いや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 、全然すごいよ、全部めっちゃ久々。いや、本当に最後シェリーの前分の時だった。そう、もう3年前とか。コレオグラファーの文太くんです。ありがとうございます。でも嬉しいよ、あれって。でも本当の嬉しい。でも関係ない、全部嬉しい。それそれ、本当に。ユンタク、皆さんご存知ですか。シャイニーの、ね、バカブランサーもしてたり、そうそう、テミンもね、ツアーのダンサーもしてたり、すごい方なんですよ。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこよかった。はい、ということで、もうめちゃくちゃパワーもらいましたね。あのまた僕らもちょっとまだまだ頑張んなきゃなっていう、パワーをもらったんで、ちょっと、はい、もう早速ね、僕今次の楽曲の意欲がめちゃくちゃ今日出てきてます。出ちゃってますか。もう出ちゃってます。もう来週出しましょう。そうです。じゃあ半年後で。半年後で。はい、じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。